ガンマダキ。はい、どうもネビルです。ちょっと今回はね、海外の方に、許可をいただいてね、はい、ちょっとおいただいた動画なんですけれども、いや、すんごい衝撃だったんでね、ぜひこれは皆さんにも、おー、見ていただきたいなと思って、今回動画を撮っておりますと、いやー、ちょっとね、サムネ見た？いや、あのね、ちょっとすごかったんですよ。はい、ちょっとね、これはね、こんなことバウンティーラッシュできるって感じなんで、もうね、もうしばらくしたら出てくると思うんですけれども、ちょっとみんなで見ておきましょう。はい、ここですね。いや、どういうこと？いや、桃之助さんじゃないですか、あなた。あなたさっきまで、カイロウさんだったのに今、桃之助さんになっとるじゃないですか。カイロウさんですよね。やばくないですか、これ皆さん。ほら、めっちゃかっこよくない？これ。いや、どういうことってなってるんですけど、あのね、これ、ちょっとわからないんですよ。どうやってるかね。どうやってるかわかんないんですけど、多分なんだけど、さすがにこのバウンティーラッシュの中身を変えるってことね。はい、これめっちゃかっこいいよね。できないので、おそらく、こう、プレイ動画撮った後に、何かしらこう CG 加工してるとかね、そんな感じじゃないかなとは思うんですよね。さすがにね、もうプログラミングとかでね、ガチャガチャってバウンティーラッシュの中身変えることって多分できないと思うので、はい。にしてもかっこいいねー、このカイドウ。すごくないこれ。できたらもっとさ、真っ赤っかとかにしてめっちゃかっこいいカイドウとかね、やってみてほしかったんですけど、まあこれはこれでちょっと桃之助バージョンって感じでめちゃくちゃいいっすよね。はい。なんか、桃之助の実装も結構今後あり得るかもって思っちゃうようなね、はい、動画でございました。はい、ちょっと皆さんに一つご紹介でした。ありがとうございます。いやー、世界は広いね。うん、本当にいろんなことをやってね、もうバウンティーラッシュをもうさらに面白くする人たちがたくさんいるということで、またね、こんなことがあれば皆さんにご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。残りの時間はですね、3月9日、明日の考察をしていきたいと思うんですけれども、まあ、シャンクス来るんじゃないの？どうなの？どうなんすか？タナピー。はい、いろいろとね、騒がれてると思いますけれども、来る理由としてはですね、まずこのチャレバト、はい、これがですね、いつもだったら1週間ぐらいあるところが、なんと3日しかないと、しかも3月9日に合わせてきてるということで、これはなんかあるでしょうというのがまず一つ。そしてもう一つはこちらですね、Amazon プライムがですね、なんと今日から3月8日からフィルムレッドを公開する独占配信ということで、せめて3月9日であれ、シャンクスの誕生日に合わせろ。まあこれがね、関係あるかどうかはまあ全然わかんないんですけれども、まあなんかね、流れ的になんかいい感じで来てるんじゃないですか。はい、そして最後はね、ガチャですね。こちらのチャオバウンティーフェス7500万ダウンロード記念が3月9日明日で終わりますということで、まあ何かしらね、大きなガチャと入れ替わりの予感がしますね。まあね、シャンクス復刻自体は、まあ来るんじゃないかなと思うんだけど、僕この前、青シャンクスの方が来るんじゃないかなという話をしていたんですね。はい、こちらのシャンちゃんね。たださ、今回 Amazon プライムでフィルムレッド公開来てんのよね。それに合わせて、常時でね、さらにまたバウンティーラッシュで、レッドパンが来ることを、多少ね、多少仮定すると、やっぱこっちの緑なのっていう感じで、ちょっとね、揺れ動いてきちゃったんですよね。私ネビル。まあいい。でも大丈夫。でも、情報修正来てる青シャンクスを出すでしょう。マジで、本当にでもさ、最近わかんなすぎて、本当に何も来ない可能性だってありますからね。だってマジでマムとオーデン何も来てないんだもん。なんかもう、誕生日に、そのキャラの何かしらのイベントを出すとかね、復刻を出すみたいなことが、今後だいぶ少なくなってきそうですよね。もうちょっとさ、運営さんも読まれすぎてるから、若干ね、この辺り調整に入ってるような気がしますね。いやー、だからさすがにさ、5月の1日カイドウ、そして5月5日のルフィね、このあたりはね、なかなかちょっと見物ではありますね。さすがにルフィの誕生日は何かしら来るでしょう。ちなみにこれ皆さんやりましたか？このめちゃくちゃ楽しいバレーに見るチャレバト。全超フェスがランダムに当たるということで、皆さん結構ね、潜ってる人多いんじゃないかなと思いますけれども、ここら
でね、僕も一発ちょっと潜っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、やっぱり当たりは、オリン、カイドウ、ゾロ、はい、このあたりだね。まあ、シャンクスもいっか。意外とゼファーも強いんだよね。ハズレとなるとね、もう確実にこれね。はい、食いはづらい。ハズレ、ハズレです、この人。じゃあ、潜っていきましょう。誰が当たるんでしょうか。なんとこれ、運命のいたずらか、青シャンクスが当たるという、はい、いいですね。これマジでやらせでもなんでもないです。はい。一発目引いたら青シャンクスが当たったというだけですね。おお、なんかあのおでんさん破天荒。なんか、破天荒伝が来ましたね。はい。これ、抜き際にちょっとやっちゃいます。これね、多分ね、超別これって、おでんさんこれの人使ったことないと思うんだよね。だからあんなところでガンモドキね。はい、打っちゃうかと思って、ここ来ないんかい。そこら辺うまいんかい。ちょっと待って。ちょっと待って。この、破天荒伝さん何が来るかちょっと読めなさすぎますね。はい、オッケーです。まあ、そろそろ、スキルが、ガンモドキ、ガンモドキ、わー来たね、やっぱりね。ガンモドキ溜まるの早いですから、あれを待っておきましたと。で、これ、闘魚待っといてから、また破天荒伝来た。一周回って、また来た。何してた？お、待って、ゼファーおじさん来た。ゼファーおじさんにはやりたくないのよ。ちょっと待って。やばい、これしくった。だよね。これは回避が間に合わないと。ちょっとここは逃げたいとこですね。はい。一旦、避けといて、無理か。うん、ここでバチコン打っといてからの。はい。私逃げまーす。すいません。お疲れ様でした。ちょっと待って。あはは待ってよ。聞いてないよ。闘魚ちゃん。これあるあるですね。はい。ドレスローズはあるある。いいですね。はい。これね、はい。ここら辺で打っておきましょうか。バチコン打って KO しといて、まずは攻撃力を上げていくと。やっぱね、どんだけ KO するかみたいな、めちゃくちゃ大事ですからね。これもね、闘魚が来る流れですね、これね。はい、闘魚来てますね。はい、闘魚がなんかね、1、2、3ぐらい交差したらね、闘魚来ますからね。はい、これ抜いていきましょう。はい、抜いておいて、やってくれてますね。だいぶやってくれてるな。オッケー。ん？ゼファーさんどうした？ゼファーさんが気がかりですが、ここオッケー、ナイス。で、ここら辺でバチコン。ん、バチコン。ん、バチコン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 、ピーや。はい、ここです。でから、ダメなんかいい、ダメなんかいい。はい、ダメなんかいい、オッケーですよ。よし、じゃあここ抜いて、からの、あ、ここは、はい、ゼファーのやつが来てるから、バチコン言っといて、さらに、そこからの、もうそろそろスキルの2が溜まるんで、これさ、結構複数キルいけんじゃないの、これ。複数、あ、ゼファーめっちゃ飛ばされた。さあ、ここですね、バチコン、ピンピョン、ピョン、ピョン、オッケー、ポンポンポン。すいません、ベントさんみたいでした。はい、オッケー、ナイスキル。いや、これですよ。やっぱりこれ、シャンクスの、この脳汁ね。はい、脳汁、あ、おでん、おぉ。やっぱ破天荒だったね、あのおでんね。そっちに回復しちゃいかん。回避しちゃいかんやろ、はい、オッケーです。さあ、あと10秒、大丈夫ですね、これは。よかったです。さあ、果たして、明日は復刻来るのか見物ですけれど、皆さんと一緒に楽しみにやっていきましょう。はい、では、お疲れ様でした。シェチュー。ハッピーバースデー、シャンクス。ハッピーバースデー、シャンクス。チャンネル登録。